タフテソレーマーンは、イラン、西アーザルバーイジャン州の高部の近郊にある、ゾロアスター教及びサーサーアンアサの聖地。2003年7月3日、ユネスコの世界遺産に登録された。名称はペルシア語で、ソロモンの玉座を意味する。タフテソレーマーンは、渓谷の中にある史跡であり、テヘランの西 400km 離れたクヤの真ん中に、ある。以降は、 直径約100メートル、水深約100メートルの活動を停止した河口湖を中心に建てられており、主にサーサーン朝時代に建造された宗教施設群やフレグウルス時代に建造された宮殿遺跡群も含む。サーサーン朝はゾロアスター教を国教と定めていたが、特に王朝後期に国家的な廃下団がイラン南西部のファールス地方から、 西北部のアーゼルバーイジャーン地方へ移されたようで、アッパース朝時代の歴史カタバリーが、諸子と図書の歴史で述べる、宗教都市シーズ、広大のゾロアスター教文書に言及されるさ、サーン町の国家的最重要配下団の一つ、アードルグシュナスプ聖火が、このタフテソレーマーン遺跡であった可能性が高いと、考えられている。フィールザーバードのようなイランの多くの遺跡と同様に、 ゾロアスター教の寺院、宮殿、レイアウトなどは、イスラーム建築の発展に大きな影響を与えた。この遺跡にソレーマンの名前が付けられた由来は、かつてソロモン王がこの土地の100メートルの深さのある加工庫に、怪物を閉じ込めたという伝説が残っていることに求められる。また、他に加工庫跡がいくつもあり、これらの窪地は湧き水で溢れている。その窪地は、 ソロモン王が、イニシエの時代に作ったと言い伝えられ、現在まで至っていると言われている。イエス及びザラスシトラに関連した4世紀のアルメニア語思考をはじめ、後にはイスラーム時代の歴史家たちも、この湖に対して様々に伝説などを記録している。旧家高校の側にあるゾロアスター教の寺院もこの伝説に基づいている。考古学調査では、 タフテ・ソレーマン遺跡には、紀元前5世紀の墓山に主張や後期パルティアの住居なども周辺から多数発見されているが、その他にもサーサーアン・アサの王が刻まれている効果や、ビサンチ帝国皇帝のテオドシウス2世の効果も見つかっている。伝説によると、サーサーアン・アサの歴代の君主たちは王位を受ける前に、タフテ・ソレーマンを訪問し、火を捧げたという。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。